春の総合運動公園で合宿を行っているのは、元日本代表のラトゥ・シナリ監督率いるラグビーチーム、トンガサムライ15の選手26人です。チャリティーマッチは今年1月にトンガで発生した海底火山の大規模噴火で被災した人々を支援するため、日本ラグビーフットボール協会が企画したもので、今週土曜に東京の秩父宮ラグビー場で行われます。2019年のワールドカップ日本大会で、トンガ代表が事前合宿を行うなど、縁のあったコーチに協会から申し入れがあり、合宿が実現しました。今回は高知中央高校出身で大阪体育大学2年生の塩根真宇選手も参加。今大学生なんですけど、その高いレベルを目指すためにちょっとずつをやりながら、まあいい選手とかになりたい。スタンドから観客が見守る中、選手たちはボールを使った練習などで汗を流していました。今回監督されているラトゥーさんとかが現役時代からちょっとずっとラグビー過ぎて見てたの で、そういうこともあって今回ちょっとぜひ、まあ、ドライブがてら見学でも来ようかなということで。すごく大変な思いをご家族の方とかされてると思うんですけれども、一日でも早く普通の生活に戻ることをお祈りしています。合宿はあさってまで行われ、明日まで一般公開されます。今週土曜のチャリティーマッチでは日本代表候補を中心としたチームと対戦します。